はい、諏訪神社にやってまいりました。そうだよね、ま、今車が出てきたところから入ればいいのかな。パーキングの文字がついているところ、そうだな、まあ、こちら、まあ、ちょっと通り道になっちゃうか。あ、このアングルですね。このあれは何だろう、祈願するときかな。あ、そうだね、交通安全。はい、諏訪神社に到着しました。はい、諏訪神社さんに来ています。まあ、こちらのね、まあ、ガイドマップにもね載ってるんですよ。行きますよ。まあ、こちらね、まあ、こんな感じのアングルだと思います。このガイドによるとね、まあ、本殿の正面にはね、まあ、一対の虎が鎮座しています。ああ、上の方ですよね。これは時の内閣総理大臣、田中義一と、その妻で藤岡出身の文子さんが結婚記念に奉納しました。じゃあ早速ね、まあ、虎のとこまで行きましょうか。はい、諏訪神社のね、神楽殿です。そして、まあ、こちらのね、狛犬はね、やっぱり違うんですね。まあ、田中義一さんがね、まあ、奥さんと一緒に、まあ、奉納した虎。まあ、こちらの虎ですね。迫力ありますね。確かにね、奉納の奉の字が、まあ、彫ってあります。はい。すご。あ、能の字ですね。ご結婚の記念にね、奉納されたそうです。まあ、こちらがね、まあ、諏訪神社さんの拝殿です。まあ、ちょっと4日じゃないと。そうですね。まあ、他にもね、まあ、いろいろと、まあ、見るべきものがあるらしいので、まあ、向こうの方に行ってみましょうか。はい、諏訪神社のね、まあ、拝殿と本殿、まあ、そちらにございます。まあ、階段を降りてくるとね、まあ、このような、まあ、諏訪橋っていう名前がついてました。太鼓橋がございます。そして、向こうに、まあ、何やらね、懸賞碑。まあ、二つばかりあります。
なんか古墳みたいな形状ですね。では行ってみましょう。はい、そちらからねやってまいりました。なんかね石室もあるような、まあ、古墳でした。まあ、説明版にもありますけど、まあ、ちょっと逆光になってしまって、まあ、こちらがですね、高山長五郎さんの高徳碑です。まあ、高山社ね、まあ、富岡製糸場とね、まあ、絹産業遺産群、まあ、そのね、主要な構成資産なんですけど、まあ、そのね、高山社を創設した功績により、高山社員をはじめとする寄付者により建てられた、まあ、高徳碑です。まあ、ちょっと、もう何が書いてるかわかんない感じになってますね。そしてね、まあ、お隣さんね、まあ、ちょっとここ下がっていい、大丈夫かな、まあ、ちょっとよそうか。町田菊次郎さん、まあ、同じくね、まあ、高山社、まあ、長五郎さんのね、まあ、意思を継ぎました。まあ、2代目のね社長さんに就任した、まあ聖徳碑ですね、こちらの方はね。まあ、そのようなね、まあ、高山社、そちらの関係の、まあ、顕彰碑とね、まあ、聖徳碑でした。じゃあここで360度回ろうか。まあ、駐車場はそちら方向。はい、町田菊次郎さん聖徳碑。それではね、まあ、こちらの、まあ、高山長五郎さんの、まあ、顕彰碑で、まあ、お別れしましょう。どうも、諏訪神社からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。はい、こちらにね、まあ、常夜灯、まあ、二つあるんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、藤岡のね、まあ、絹市で利益を得たね、三井越後屋さんがね、感謝の思いを込めて奉納した、まあ、こちらでしょうかね、まあ、長髄石。この長髄石とね、まあ、先ほどのね、常夜灯、これが、まあ、三井いちご屋さん。それではご視聴ありがとうございました。